まもなく、カルドセプトセカンド全国大会。1回戦第6ブロックの試合が始まります。携帯電話の電源をオフにして、トイレは早めに済ませましょう。マップは踊る人形。ルールは40ラウンド、30秒、Eカードなし、サドンデスオンとなっています。さあ、全国5万人のセプターの頂点に立つのは誰か。ここ、東京ドームの大観衆も湧いております。実況はウプ主、解説はハジ、よろしくお願いします。1回戦第6ブロックのメンバーは一休、アイルトン、AM、NT ライアンの4人です。ブック名はサーカス、ボーグ。何かトリッキーなブックで見せてくれるのでしょうか。たくあん物語、さっぱりわかりません。天皇誕生日、そういえばこの大会が開かれた12月23日は天皇誕生日でした。若葉マーク、楽隠居、おじいさんブックでしょうか。それではスタート。まずは1球、風だ。まず X で、レベラーは風1必要なんで、クリーチャーがレベラーしかないので、とりあえず足で回るという感じですね。で、メズまで様子を伺う。さあ、ギアだ。ミスると、地、援護、ギアという硬いブックですね。これでも森が取れれば完璧。まず取ってしまうと、そして忍者、おっとこれはかなり攻撃的なブックで楽しくなりそうです。忍者ヘルプレが見えました。まずはフライから、フライで9、これでミスルトで金が入った AM で、風土地じゃない、火土地を取りに行った。火ブックの忍者ヘルプレという感じですか。アイルトンは火ブックなのに森を取りに行った。先読みか。まずこれメズマするでしょう。あ、しなかった。メズマリンカするかと思ったんですが、さあ早速強いな。これが来るのが分かっていたかのようなギア置き。ギアここで置かなければ次の X で南土地の地も取れたと思ったんですが、これいきなり交換もありえる。うおー強いね、グリマル置いてきた。さ、バールスだし、なんか違う試合でも見たような気がするんですが、コンジャラからバールを出すというのが一般的なんですが、バールをそのまま素で置いてしまう。さあ、これは神の臨界で引きを期待しましょう。さあ、デコイ、X、パイロと見えるんだが、地が有利と見て地の土地を潰しに来たのかもしれないが、まあ、初手1で風と地とどっちを取るかといったら、やっぱり地を取るっていう方向に行きますかね。あー、リンカで出た。よかった。リインカーネーション。さあ、出せるクリーチャーがないと辛かった。一球だが、さあ、いいダイスでもないか。風と地の隣に置けるか。置けた。なかなかいい手札です。クリーチャー3枚にミスると。リンカで。さあ、オドラテグもある。硬い。かなり AM は硬いブックですね。スダイスに期待して緑の土地を取るということもできましたが、足で早く回る方を選択した。殴りにはいかないですね。とにかくまずグリマルを上げちまおうという感じでしょうか。土地は役に手札がテレポしかない。辛い。テレポと防具しかない。ミューテ
はもう無視。マース4が先か。デコヒを見えてね、育てたい気分でもあったが、そこは無視して、アシッと何を引いていきたいかな。さあ、中身がこれでわかるぞ。パイロはあってはヒーブックでしょ。うわぁ、忍者フュージョン。ボーパル、かなりの攻撃的ブックだ。いると。さあ、一級は、そろそろ風が取れたらいいなぁ、という感じ。アイテムを引いてきた。おぉ、グース、コングースか。コングース入りの風ブックと。被らないのも珍しいですね。AM が地、一級が風。お、忍者殴る。これはボーパルで叩くでしょう。忍者。さすがに邪魔だ。ボーパルなかった。守るよな。ボーパルがあったのは、アイルトンか。火のライアン。一級の風、AM の地、火のライアン、さらに火の、火というよりも侵略よりのアイルトンっていう感じですね。さあ、いいとこに置けたぞ。さあ、侵略よりのアイルトンは、まずはどれまです。しかし、クリーチャーいないから、メスマリンカとかしたいところですけど、とりあえず吸っておく。さあ、どうするかな。火に移動するかな。いやー、これはちょっとお互いレベル上げづらい展開。手札的に安定しているのは1球という感じですかね。風と違うどうしても取りたいが、まあ、いつか取れればいいだろう。さあ、 AM も地が取れれば安定。とりあえずマミ置くかな。ここを地変できれば2連鎖でダークマスターが置けるよね。おお、ピラリス初めて見ました。テレポート。テレポート、これ地変でしょう。ピラリスは持っている非1系の数かける10か20が ST になるという非のアタッカーですね。今でいうジェネラル艦に近いですが、先生はないですけど。あ、違うか。ファイヤードレイクに近いのかな。ファイヤードレイクなんかいたっけ。はい、もうまたミスルト出た。いいですね。これでダイス2か3が出れば相当有利な1球。おー、出た。いいダイス出ました。これはいい。しかもグース持ち、攻められても美味しいという。さあ、 X でどこに行くの。5、6、7、8、9、10。おー、服属性土地に置ける。何置くかな。地だからオートラテク置くかな。ゲームもいい展開ですね。ダークマスター置けたらかなり硬い。さあ、ライアン火。ライアンも火は取れているか。これは殴れない。ランプロ。そうそう、ランプロ。ランプロかけるっつってもね、忍者しか。いないよ。あ、ベータがいたか。ベータにランプロもいいか。おお、攻める気満々。いいね。守る気全くなしだけどランプロ入りみたいな感じですね。これは殴ってもしょうがないか。あ、でもとりあえずいじめに行くという。そうだね、フォックでグリマルキンが最もレベルが上がりそうなんで、フォックで通行量2分の1にしておくだけでも価値がある。守るかな。おー、どうなんだ。40強打で60。逆に殴り負けるのか。残念。殴り負けるんだったらグースを使いたかったという感じですね。しかし使わされた AM、 残りの手札はダークマスターだけになってしまった。まあ、グリマルはでも絶対守らないといけない拠点ですね。でも侵略要素が高そうな人がいっぱいいるんで、ちょっと辛い。おー、ダークマスターだけになったところで林間で引いてきた AM。 さあ、いい手札になってるでしょう。
しかし特殊地形に止まったら見えない。レベル上げるかな。地変が先か。いい土地止まった。これで2連鎖。しかし隣のベータは絶対攻めてくるぞ。さあライアン、火のライアンにもポーパルが入ってる。ここはレベル上げ、とりあえず1個上げとく。さあ忍者フュージョンのアイルトン、ベズマを捨ててインカネしてもいいか。もうとりあえず置く。もうバトルギアアルファも入ってる。ベータとアルファの合体がしたかったのか、だから寄ったと。なるほど。ベールゼブブグースグースじゃどうしようもないと。回した。さあアシッドクリーチャー引いてくるでしょう。しかしデコイには勝てないかな。グースでいくと美味しい。おお、デコイに勝てる。クリーチャー出ました。今まで見えなかったんですが、現在の 3DS 版のパイロマンサーと同じポジションにいるのがソーサラーですね。おお、守った。水土地なんでどうでもいいかと思ったんですが守りましたね。それほど重要か。アイルトンはデコイ忍者だとアルファベータ多分無属性ブックか。ということは全員割れたんですね。珍しいですね。かなりの確率で、地属性で被るという展開が多いんですが、今回は一級風エーム地、ライアン火、アイルトンが無属性と割れました。ついに上げてきたグリマルキン。これは落ちないぞ。しかし分岐の近くだとあまり踏みにくいかもしれない。足を引きたい。あー、リンカーネでも回したくないような手札。これを回したくない。デコイフュージョンが強いですよね。やっぱりどこでも落ちるでしょう。デコイフュージョンでに対して守りきれるやつってあんまりいないよ。さあ回して何を引いてくる。隣のバール殴るまでありえるぞ。さあどうする。交換だ。ちゃんとアメーバ、なんと人森無効。無効隔離がいっぱい入ってるってことか。さすが。これでチクチクと、バルに移動攻撃されたら手札そのために破壊されるってすごい嫌らしいですね。まずは移動して風と地を取ることに集中したと。さっちのエームをここはミスるとでしょう。でマットマンが置けたら2126あたりが出ると嬉しい。きたー、いいナイスだな。おいおい。さあ火のライアンはクリーチャーばっかりすぎたか。悪くはないと思うんだけど足の方が引いていきたいから回すと。さっき空き地に置けてればまだ良かったんですが、コーンの方に行った。空き地ではなくてコーンの方に行った忍者を交換するかな。おお、やっぱり、まあ、キメラもまあ強いですよね。周回するたびに ST が10増えるという。相当叩けるやつはいなくなりますね。で手札に忍者ボーパルとマーネス。基本ヒブックなんですかねこれは。グリーンマジック無属性ブックに見えてマーネス、ジャイアントアメーバが入っているという。マーネス置くかな。ベータ追いだ。もっと意地でもバンドルギアを作るつもりか。見せて勝つというのが全国の面白いところです。さあウェザーはどこだ。そこでこれで2連鎖。土地を取っているようであんまり取れてないんですね。ここにも置けるか。地の土地を潰しつつ置くのは悪くない。レベラを置けた。そして次リンカネか X で悪くはない展開ですね。さあ X、 おお、バジしかないから捨てた。 X も捨てる。土
うしても足の方が貴重に見えて、まず X 使ってからリンカネってしたくなるんですか。それだと1手遅れるんですかね。うおー、いいダイス、信じられない。デコイをここに置いて完璧な状態で、北2連鎖、南2連鎖、 AM 相当有利な展開ですね。ラストが見えました。さあブライアン走る、ライアン、おお、いいダイスが出た。しかしみんなミスるとしてるんで金が入りまくる。地は取れているのだけど、さあピラリスの強さが見れるぞ。ピラリスはバトルギアアルファST プラス20ぐらいかな。ここ守った、おい、字でも守るか。さあどうだ、 30ST プラス強いな、ピラリス。しかしあえて掘り暮れで守る。どうしてもバンドルギアが作りたいらしい。まあこの火の土地を捉えたらちょっと辛いですよ。火3連鎖になるところでした。さあピラリスもなくなって土地も取れなくて金もない、ライアン辛いという感じですね。さあアイルトンはいつでも敵の土地を落とすことができるようなブック構成になっている。フュージョンボーパル忍者が入っているということで、まあ安心して歩きましょう。しかし上げるところがないですよね。交換しちゃった。お、次バンドルギア見えますよ。きっとあのオドラテクにベータプラスアルファで突っ込んでくれるでしょう。スライダーさっきもリンカネしたような、さっきしてないか、しましたね。 X を2枚捨ててる気がします。ちょっと辛いような、あ、さっき X を捨てたの AM の方か。さあ、ビーチャーはいい。これどこを上げるかな。やっぱここですね。控えめに3と、まあほぼ落ちないとは思いますが手札次第。またミスるとすごい、ミスルトが2枚入ってる。これで荒稼ぎした金をクリマルかマットマンにつぎ込みたいところ。うわ、これはこれは倒せないか。次クリマル上げるかな。次ミスルトフライですね。完璧だ。さあ辛いのはライアン。回すクリーチャーがないとどうしようもないと見た。さあクリーチャーでも叩けそうもないし置けそうもないんですよね。さあはまってしまった、つらい。ライアン4位で、しかも今のレベル3に当たってしまった。おお、マジボ、マジボは完全にデコイ対策だ。自分がデコ入れてるのにマジボを入れてるという。おおっと、ライアンわずかにこれで復帰。ネクロスカラベは強いですね。攻撃にも耐え切る。さあ今もらったお金をまたどこかに積み込みたいか。さあどうするかな。もう一個レベル上げるか。おお、あ、交換できた。レベラーの方が硬いと。いや、安定してますね。安定志向、どうしてもレベル上げたくなるんですが、そろそろみんな踏みそうだから、まだ勝負は先だと。さあ出たミスルトフライ。これで一気にレベル3土地も通り越していきたいが、なんとミスルト台も入らず、マッドマンも置けず、目の前のレベル3も超えられず、5しか出なかったフライ、ダメフライでしたね。さあこちらもミスルト2枚。さあライアンだけ出遅れているが、ミスルトで回復したいところ。3人に110入った。おー、いい空き土地が取れるか。さあ置けた。これでキーバルすれば北3連鎖でまだ勝負にはなると。カノン来た、相当無効化ブックだ。バンドルギア見れるぞこれ。どうだどうだ、移動移動来たー、これが見たかった。さすが見せてくれます。バンドルギアなんてネタカードやるだけ無駄という声が大きい中、もちろん守る。ガチャーン来たー、かっこいい
倒してたらかっこよかったのに。惜しい。HP30 とちょっと弱いバンドルギア。逆に殴り返される可能性がありますよ、これ。ボージェスあたり置きたいところですね。さあ、ランプロもちろん、レベラーに。いやー、いい展開だ。さあ、一球がいい展開に見えるぞ。ここは落とせない。このマットマンをなんとかしないと将来的にレベルが上がりそうな気がする。さあ、ミスルートで、ここを超えると見たが、メズマ？メズマ足か？ライアンの？リンカネを奪った。メズマリンカ。メスルートも悪くなかったと思うが、手札がもうどうしようもないと見た。一切出なければ。あ、そうか。あと、援護クリーチャーが欲しかった。モドラテクの援護になるクリーチャーが欲しかった。これ移動してバンドルギア倒す可能性もありますが、まずレベル上げだ。手札が充実したから安心してレベル上げしたんでしょう。今そういえばクリーチャーいなかったからね。いつでも落とされる体制になって危なかったと。さあ、レベル4踏むわけにはいかず、逃げて、クリーチャー引く。忍者来た。忍者が入ってるってことはフュージョンも入ってる。これは落とし合いになる。将来的に落とし合いになるのが楽しみだ。こっちも X で超える。さあ、バンドルギアで見せてくれたアイルトンには活躍してもらいたい。しかし手札が、カロンか。移動出たー、うざい移動。アメーバは向こう。なんでライアンのバルを削りつつ、ただ単純に削りつつ手札を1枚減らせるといういやらしい。このバールはさっさと交換したい。交換しないと毎回毎回手札を削られ続けられる。忍者失った。唯一の攻撃クリーチャー失った。いやらしいアメーバ。さあ、一球、おお、デコイ対策もバッチリ。さあ、このマナを捨てるか。マナを捨ててドレバーの方がマナ2枚あったからね。さあ、アイルトンから金を吸って、どうするかな、ここから先。スペルでまたドレーマー。おー、攻撃的。なんとチャリオットが入っていた。さあ、ミスルとしてキメラをレベル上げしたいところだ。上げるでしょ、一気に。これはもうどうだ、レベル3か4まで。それともくか。おー、4まで一気にいった。とりあえず踏めという不安ばかりの。さあ、ライアンも上げてきたぞ。これを果たして防げるか。足がないな。メズマリンがしたいところだが、さあ1球超えられるか。ダイス6す。おお、6があった。よかった。そしてうまくいけばコーンブースも決まるかという感じ。いや、まずレベルの高いグリマルを超えるでしょう。そしてここでは決まらない。コーンブースは、さあ、AM は、おお、マナ、マナドレマ、マナ、マナ2回捨ててる。マナ何枚入ってんだ。マナ4枚入りか。そしてまたドレマです。今度は1球から吸った。それをマミーに増資するか。まずレベル高い方を超えて置くのもありか。置けないか。交換だな。おお、上げてきた。おお、一気にレベル4。うわー、すごい。マミーで守りきると見た。手札ありましたか。グレアムかなんかあったから安心と見たか。さあ、何もクリーチャーがいなくてやることができない。ラスト、メズマー X か。 X 奪いますよね、そりゃ。そうだ、これ踏んでられないからね。レベルの高いとこ2個超えられるんじゃないかな。どうかな。さあ、超えた。とりあえず、
ザビーデス。おお、もうサドンですか。早いな。とりあえずレベルの4を3つ超えたメズマ X、 良かったですね。さあ1級はレベルを上げるでしょう。さあレベル4が3つになった。面白くなってきました。さあ1位は今 AM が全打全然有利ですね。めちゃくちゃ有利で、でこれでマドマンも上げるでしょう。さらにレベルの攻略値が分散して置かれています。さあどうするかな。マドマン上げでしょうか。交換した、先上げのマドマンに交換。おー、でフュージョンでも落ちないという感じですね。さあグレアムが出たが、やることがない。なんとリバイバルしかやることがない。チャリオット仕様にもチャリオットが移動する先がないか。忍者をチャリオットでこう蹂躙させたいところが、忍者は割られてしまったと。おお、なんとか超えて頑張っているアイリトン。さあどうする。マーネスを置いた。色をばらけてますね。多色ブックで珍しい。おっと、アイアンミスルドブックだ。コーンで死なないでしょう。コーンフォーク、ピラーオブフレーム、死なない。削りだけか。将来上がる拠点のための削り。さあ AM は足がなくなって、おメズマで、これはリンカネ、リインカーネーション。そうですね、ここはもう足をいっぱい引いてきてさっさと回りたい感じですね。クリーチャーも ST、HP 高めのものを、ギアとかを引いていきたい。デスが来た。デスが来た。ディコイ。わざわざデスは使わないと思うが、どうかな。うわ、使ってきた。さあ、どうなんだ、デコイデス。これだけ強いやつもいないよ。おー、やっつけたー。そして自分は回避。これで火の3連鎖2連鎖崩した。いや、もともとあれはアイルトンの土か。じゃあどうでもいい土地か。で火3連鎖にしたライアン踏まなければ可能性はあると。そして倒す忍者フュージョンあたりが出てくればまだまだ勝負になると。さあアイルトンが辛いか、とりあえずマジボ撃つよなっていう感じですね。 AM が走ってく。おお、マジボ2発をマドマンに撃つという、そっちか、デコイではなく。さあ仕事をするぞ、仕事を。しかし誰かチャリオットを持ってたからな。いやらしい、この移動攻撃。確かチャリオットを持っていたのはライアンだから、ライアンがあの土地を逆に取ってくる可能性がある。でもデコイは AM。 いや、なんか難しくなってきた。ちょっと分からなくなってきました。すいません。レベラーは1級の土地なんで、とりあえず取れるやつはいないか。さあ1級はやることなし。 AM は5以上出さないとマドマンが回復しないんで負けてしまうか。あーと、メズマで足を奪うか。フライでもいいと思ったんだが、 X アイルト X 持ってたか。それとマジボを奪う。マジボ奪った。なんとメズママジボ。そこまでしてマドマンやられるのを嫌った。メズママジボなんて技があるのか。次フライだね。うおー、これはちょっと意外だったね。さあリンカネする、リンカネする。足が引いてきたい。クリーチャーも引いてきたい。フュージョンも引いてきたい。チャリオットは捨てた。
キー3連鎖でエームに追いついているのは秘密、これで倒せるのが来ないね。ソーサラーあたりあればいいんだけど。おお、フュージョン来た。これでどこでも叩けるが、カロン出せず、辛い。カロンフュージョンで落ちたのに、落ちたのに。でもグレアムあたり引いてきたようにも見えた。いやー、はい、人の邪魔するやつは踏んでしまうというよくあるパターン。さあ、そのまま一球は支援で3連鎖、北3連鎖、火、水、風とも3連鎖でいい勝負をしていると。おお、インシネレートいいか。ここはフライで逃げるしかない。レベル4が1個あるだけなんで、これを絶対踏むわけはないから。ああ、いいですね。さあ、どうするか。オドラは上げづらいから、上げられないね。アトマン交換か。おお、風をいじめに行った。ディコイ、まだゴールは先と見て削りに行った。風3連鎖の1球が後の脅威と見た。1回削っても、でもまだ30あるでしょ。地形効果もあるから、あ、フォックもついた。悪くないね。後々のために。 3DS 版とフォックの付くタイミングがちょっと変わっていて、 3DS 版だとウェンディゴが相手にダメージを与えたらフォークがつくんだったかな。そう、 DC 版だと生き残っていれば戦闘終了後にフォークがつくという感じでしたね。さあ、ランプロもついて、これは硬い、どうにもならん。フュージョンがあるからね、これで、ああ、いいね。これでカロンフュージョンができると。しかも手札にラストを持ってるんで、どこでも落とせる。パットマン以外なら落ちるという感じですね。わあ、いいコングースだ。これで、このいいコングースで、ライアンどんどん削られまくって、これは辛い。600G 入りますからね。ホリワード X 失った。これで踏みが発生する可能性があるぞ。嫌なコングースだ。やっぱりバールは期待できない。さっさと上げてしまいたい。が、しかし HP はもう10しかないという。嫌なバールだな。さあ、ライアンが辛い。ライアンでも、ライアンは今金を。今金を手にしたら1球でしょ。そうですよ。ああ、これでランプロでもう、イビルブラスト、マジックボルトも怖くない。そしてまたマットマンを置いて、さらにマットマンが強くなる。エーム最有力だが、ライアンも、先ほどのアイルトの踏みで、持っている。これでどうするかな。上げるかな。これ上げるのはちょっと怖いよね。怖いよね。ピラフレーム上げは怖い。まだ、ピラフレームって HP60、50しかないですよね。あ、こっちか。そうですよね。フィルオイスプなら HP60 あるんで、ラスト食らった後のフュージョンでも耐えきれる。ゲットし、無効化をいろいろ揃えてアイルトン。多色ブック、珍しいですね。そしてまた移動。いやらしい。まあ、グレアムあたりが削れてくれればいいという。何度このバール、それでしかもバール死ぬでしょ。死ぬからもう削れることはなくなったか。どっちかというと殺さずにじわじわと手札を削った方が美味しいかなという気もしないでもない。しかし止めるべきは、今止めるべきは AM の方かと思うが、どうだろう。でもライアンと AM のデッドヒート、一球が今コングースでギリギリとついていってる感じ。アイルトンはちょっと脱落してるが、ラストからのカロンフュージョンでどこか落とせる可能性がある。レベル5を落とせば勝負になる。いいとこ置けた。ナイス X だ。さあ、一周した。早くも一周した。インシネレート、結構入るか。インシネレートかける 20G、 死んだクリージャーかける 20G、 6匹しか死んでない。あんまり怒ってないんだね。そのままマットマンを上げたかったところだが、ダイスが悪いと。さあ、ボーパル来た。お
これでさあどこを守る。今レベルを上げたビルオービスを守った。キメラを置いてキメラに交換かな。どうかな。おお、レベル上げてきた。さあエルトンはもうラストからのカノンフュージョンしか勝ち目がないような気がするが、しかしレベル4ぐらいを取っても取られたやつが負けるだけ。さあ、高額値超えた。これレベラー上げありえるぞ。来た、レベル5。これにアイルトンがハマるかどうか。さあ、誰がどこにハマるか。3人のデッドヒートだ。風の一球、森の AM、ライアンの火。さあ、誰が勝つか。さあ、マドマンを上げたい AM だが、ダイスが悪い。ここに来てダイスが悪い。みんなダイスが悪い。牛歩だ。やることなし。さあ、アイルトンの踏みだけが怖い。誰にラストが飛ぶかという感じですね。ラストが飛んでも援護型の森は強いですね。落ちないな。そうだから飛ぶ相手は風。レベラーも60あるから落ちないとするとラストが飛ぶ相手は必然的に火のライアンに飛びそうな気がするが、火のライアンもウィルボーウィスパー落ちず、落ちるのはキメラとピラーフレームだけ。さあ、マットマン上げるぞ。6か、それとも。おお、デコイ起きできた。上げるのは北という風に見たか。地変もあるからね、まだ。これ取っとけば、まだ森と風は落とせる。おお、レベル上げてたら怖かったが、ここは良かったね。をかけないと違う、開けないかな。あー、いい X だ。よく切ったが、まずラスト。ラストで、うわー、カロンじゃないんだ。残すのはカロンじゃないんだ。ライアンの方ですね。やっぱり、落とせるとしたらライアンの方だが、踏むのは、おー、惜しい。これで、とりあえず、ここ、火が1個落ちた。あー、ラストを食らって、落とされてしまったライアンだけが、残念。辛い。とばっちり送った感じ。4位のとばっちり送った3位という感じですね。2位だったかな。いや、他はオドラテク、マットマン、グリマルキン、レベラー、ビルボウィスプ、誰一人としてフュージョンで落ちないという。さあ、これで2人のデッドヒートになったでしょう。風の一球対森の AM。 さあ、どうなる。しかし、ここへ来てみんな足を使い切ってしまって足が遅い。さあ、AM 足が来ない。これはどっか落とすか、自分の地変にするか。おお、自分の地変だ。これで1、2、3、4連鎖。さあ、高額値の1、2は避けるか。ダイスはどうだ、どうだ、どうだ。来た、踏んでしまった。辛い。くー、一気に落ちた。しかも、おお、グリマルを捨てるか。しかも、今、おっと、こっちもラストだ。ラスト、ラスト対決、これは面白い。削りまくり。さあ、アイテムを本当持ってるのは一級の方が、一級の何が削れるんだ。一級のスカラベ、ウィンドアームル削れた。これで一級も落ちるぞと、いいところにキメラを置けた。しかも、なんとフュージョンで落とされたライアンの土地に AM が止まったということで、また、アイルトン以外の3人が均衡した。おお、いい X。 あ、違う、さっき X 持ってたのに使わず、あえてフュージョンで落とし、ラストフュージョンで落としに行ったんだ。さあ、しかしここからまだ勝負になるのか。どうする。マネサーゲしかないかな。そうだね、ここ踏んでもらうしかないが、連鎖にはなってないから大した価値はない。おお、またネクロスカラベ引いた。よかった。スカラベウィンドアームルがラストされたところでまたスカラベ引いた。これで一級優位か。踏んでもレベラーがあるんで、なんとかなる。さあ、さあ、踏んだ分の金を取り返すかのようなドレイマジック。さあ、いくら捨てるんだ。じゃん、440を捨てた。700。で440ですって、悪くない。さあ、オドラテク上げない。まずマドマンだ。きた、
ハーレベル5トランスだと思えば大したことがなかった AM また1位4700に返り咲いた。これはちょっと辛い手札のライアン。さあライアンもおお、これで一気に上げればチャンスだが、エイムの目の前は空いてない。ここを踏ませるしかない。二人どっちかが踏めば勝てるというところに持ってきた。1920と2304の通行量相当辛い。ランプロ、今さらランプロ張ってどうなるか。しかもペットシーボーパルじゃどうにもならない。おお、なんとか超えた。次辛いのが1球。足レベル5が前に2個ある。これをなんとかできるのか。メズまで足を持ってるやつもいない。とりあえず落とすしかない。連鎖と思ったが自分の連鎖を上げた。これで連鎖が4連鎖。さあ超えられるか。おお、まだナイス1。しかしレベラーを持ってるんで、まだレベル5からレベル4に落とすことはできるから可能性はあるね。さあこのミスルトで今度はレベラーのレベル5がある。おー、超えた。いやー、激しい戦いになってきました。これは辛い。殴られた。いやー、スカラベ使うかどうか悩むとこだね。ここは他に攻撃手段ないから一回守っとくか。守るか。守った。やっぱり連鎖を崩されるのは嫌った。しかし脆弱、いつでも落ちるという感じ。これで全員防具なしのノーガードになった。さあライアン、そして手札もつらい。こっちだけグレアムだけあってもつらい。どうするかな。ヒーバー落とすか。おお、落とした。連鎖を落としてとりあえずゴールを止めようという感じだ。ダイスはいいが次が辛い。そう、クレリックボーパル、クレリックじゃない、ケットシーボーパルじゃどうにもならない。さあ超えられるか。12と4がレベル5だ。あ、超えた。強い。ナイス、強い。1球強いぞ。これまた勝負分かんなくなってきた。やっぱりアイテム、なけなしのアイテム。しかしグースじゃ守れない。 500G 入っても守りたくない。しかし全員の手札から攻撃が消えているから落ちる土地はとりあえずないね。地変だけかな、落とされて。いや、だとしても、おっと、 AM どうするか。 AM は踏んだことと地変で落とされたので結局今2連鎖になってる。これを強引に3連鎖に変える。3連鎖にしたことで5100G まで来た。あとはレベル上げ、下のマドマンをレベル上げすれば 6000G になる。いいところでリンカネーション引いた。さあどうなる。リンカネ引いた。12345、6だけが怖い。6のレベラーだけが怖い。ライアンだがどうだ。自分の土地だ。さあ蚊帳の外のアイルトン、お、ここは殴っておくべきでしょう。うわー、こっち多少ともダメージを与えておけばレベルを上げづらくなると思ったんだが全く倒せないと見たか。さあ1球はマスターモンクを上げてどっちでも踏めという状態にするでしょう。さあこれで踏んでもらってどっちか踏め。さあ1球も 5000G まで来た。 AM がゴールですか。おー、メズマいい、足も速い。これはいいダイスだ。レベル上げどこだ。でこいか。あとは戻すか。あえ、意地でも来た。南は完成ず。これで4連鎖で5500まで来た。ゴールたどり着けば勝ちだ。フライとかメズマリンカされる可能性があるね。ここはだからリンカネーションで回す。しかしリンカネーションで回した後の手札に X があると、AM に X を奪われる。さあどうする。踏むか、それとも12345超えたーし。そして空き地、キメラも上がり、こっちのキメラも上がり、土地が分けた。さあ手札は X なし。忍者来た。忍者フュージョンでレベラーが落とせる状態にしてある。交換でゲットし、
さあ一級はどうする、ここから勝負、おゾンビグースしたいがしたくない。メズマ使うかな、これ難しいな。ちょっとフュージョン引いていきたいと思うんだけど、だから交換かな、ここ一気レベル上げか、レベル上げ、ここを4に上げて AM に踏ませるしかないと見た。一級さあ5500が2人で並んで1人 4000X で一気に超えてしまった。これはいい引きだ、これはいい引きだ、せっかく上げたのに。さあどうなる、これであとゴールまで6マス 500G ぐらい入りそうだが、そのままレベル上げするでしょう。おお気に来た。さあどうする、レベル4とレベル3ぐらい踏んでもいいと見て、そこに置いてもう6000超えたでしょ、すごいな。2連鎖から一気にワイグロ地変地変でプラス神の X 引きで6000超えて5連鎖来た、5連鎖になって、しかもあと5マスというところまで来た。ゾンビグース決まった、お互い美味しい、美味しいが北風2連鎖になる。一級は多少つらい、さあ1000まで行った一級、これ落ちたかな、5300になった。おっと AM は6000超えている。これを叩けるのはいるのかいないのか、ボーパルじゃ今日で90しか出ない、踏んだら逆転もあったかもしれない。レベル上げか、ここは踏ませる方向に来た、踏ませる方向に来た。さあ一級、一級やる手はない、とりあえず X で回るしかない。メズマでどうする、 AM なんか持っていたか、ライアンのテレポで、であ本当はテレポ多分後ろに飛びたかったんだよ、後ろに飛んでアイテムフュージョンあたりを引きたかったが、これメズマフライかな、どうするんだ、1級の X を取られてしまった、つらい。かよく見ていたな、見てる、やっぱメズマ勝ちだね、強いね。やっぱり X を使っておかなかったからメズマ取られてしまったという感じですね。もしやるんだったらメズマで X を生贄にしてなんか潰すとか、そんな感じですかね。いや強かった、終始冷静にことを運んだ AM、 地の AM が勝ちでしたという感じですね。いやーなかなかいい勝負だったんだけど、ラストの打ち合いが熱かったですね。さあ見てみましょう、戦闘回数はあんまり5回4回2回勝利1回、まあグースで発生したのとフュージョンで1回落ちたのがあったぐらいかな。周回は454、土地は8個と AM が圧倒的に有利、天皇誕生日ブックの AM の勝利でした。1回戦第6ブロックの勝者は AM でした。おめでとうございます。ではまた、また会いましょう。